村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは、フリーアナウンサー大橋ロコです。今週も村上直樹さん、どうぞよろしくお願いいたします。9月か月曜日です。日本の政局も流動的なんですが、これは後半に伺うとしまして、はい、まず前半はアメリカです。先週金曜日、8月のアメリカの雇用統計が発表されました。比較的驚きの結果だったかと思うんですが、はい、非農業部門雇用者数予想が 73.3 万人のところ出てきた数字が 23.5 万人増ということで、予想との乖離がかなり大きかったですね。うん、そうですね、はい、まあ、単月だとこれぐらい下振れることはありますし、まあ、あとそのほら季節的に8月なんで、うん、夏場なんでこう普段とこう違う動きが、夏季休暇の休みだから、夏休みだから、うん、夏休みだとこう、まあ、レジャーとか本当であれば増える、ね、雇用があるんだけども、まあ、それをこう、まあ、まずそのテクニカルにちゃんとこう正確に、調整するのが難しいっていうのもあるし、まあ、あとはコロナのね、感染再拡大もアメリカで起きていて、うん、まあ、その影響というのはやっぱり多少はやっぱり出てると思うんですよ。うん、多分その、まあ、実際にその飛行機に乗る人っていうのはもう、8月の1ヶ月でもう 20% ぐらいだいたい減ってるん でやっぱり多少そういうなんていうか観光関連とか、まあ、それに伴ってレジャーとかで一時的にその人が必要だって言われていたところのが、まあ、そんなに増えなかった。あとその、はい、やっぱり心配になってこう働きたくないっていう人は簡単に辞めたっていうこともできるんで、うん、まあ、そういう動きがちょっと この雇用統計では強く出ちゃったっていうことかなというふうに思いますね。はい、はい、まあ、平均時給なんか見ましても予想プラス 3.9% のとこプラス 4.3% ということで、うん、賃金上昇は結構ねしっかりと、まあ、賃金上昇、まあ、これはちょっといろいろこういうレジャーとかそういう低賃金の人が増えつつあるとか、まあ、そういういろんな問題があるんで、うん、まあ、あまりこう単月の動きだけでは説明できないと、うん、要はごめんなさい、レジャーとかそういうその今月そのレジャーの人がほとんどレジャーとか娯楽関連の雇用が増えなかったってこともあるし、その小売の雇用も減ってるんですね。うん、でその賃金の水準が低い人の雇用が減ると、そのミックスして平均的にその時給が上振れるっていうテクニカルな要因もあるんで、だからあんまりその単月でその、はい、賃金の伸びかどうこうっていう話でもちょっと違う、まあ、そこすごく今読みづらい状況だと思いますし、はい、であとその雇用統計、今回その失業率がね、5.2% に低下していて、はい、この失業率のベースのこれってでも雇用者数の伸びって出るんで、うん、まあ、これだと50万人ぐらい増えてるんですね。だからまあいわゆるこの事業者統計で見るその非農業部門雇用者数の、まあ、23.5 っていうのはちょっとこう低すぎる可能性もあると思うんで、うん、まああんまりFRB の、政策判断にも、まあ、影響しないと、まあ、少なくともその9月この今月ね、テーパリングを正式アナウンスするかっていうところで、まあ、一部の人は9月もあり得るって言ってたんですけども、さすがにこれだけ雇用統計が減速しちゃうと、はい、高派の人のその基準でもやっぱりこれは見送らないとって話になってくるんで、で9月 のテーパリング開始は、まあ、ほぼなくなって、また、はい、雇用統計がこの今後ね 1,2 ヶ月リバウンドするかどうかを見て11月12月っていう話に多分なっていくんだろうなって、まあ、そういうことかなというふうに思いますね。うん、はい、年内開始のスケジュールにはほぼ影響ないだろう、影響はないと思いますね。まあ、フェドもそう考えてるし、はい、まあ、その数勢雇用統計のブレを考えれば、まあ、大したことはないということだと思います。はい、ただ不思議だったのが、素直にドル円相場ではドル円が下落ドル売りになったんですが、アメリカの長期債利回りは一瞬下がったもののその後ものすごい勢いで反発して金利が上がってたんですよね。うん、まあ、金利3ベースか4ベースぐらい上がりましたよ ね、はい、まあ、だからまあ、為替の人は短絡的にその瞬間でしか勝負してなくてで多分ドル安になったんですけども、債券市場はまあ、もうちょっと先を見て多分そのテーパリングはもう完全にダンディールで、うん、もう別に数ヶ月変わらない 1,2 ヶ月ずれたとしても、うん、まあ、ほとんど関係ないんで、まあ、もっと見るべきところがあるだろうっていうふうに多分冷静なんだろうなっていう気はしますね。はい、はい、そしてアメリカの住宅価格の高騰についてなんですが、
先週発表されました6月のケースシラー住宅価格なんと 19.1% 上昇、うん、これは前年比ですね。前年から 20% ぐらい上がってるってことですね、はい、すごいですね、はい、バイデン政権はこれをもって住宅供給を増やす計画というのを今明らかにしているそうです。この 3.5 兆ドル規模の投資計画の一環として3000億ドル以上を投じて200万戸の手頃な住宅を増やそうという計画があると、うん、まあ、なんか突然出てきた感じはしますけどね、まあ一応雇用計画ってのは結構米国雇用計画という10年ぐらいにわたるその財政プランは結構長いプランだし巨額だし、まあ、その中に織り込んで、まあ、おそらくその低所得者のための、まあ、いわゆる公営住宅をこう作るっていう多分そういう、まあ、ちょっとこと公営住宅を作るっていうことだと思うんですけども、うん、まあ、ちょっと詳細は僕見てないんで分かんないんですけども、まあ、まあちょっとね、まあ、僕は、ね、今のバイデン政権の財政政策については、まあ、そんなネガティブに考えてなくて、まあ、ネットで見るとやや拡張財政で財政赤字をむしろ増やす方向でやってるっていう意味ではいいと思うんですけども、まあ、でもやっぱりその、まあ、ちょっと大きな政府的なこう懸念っていうのは当然あるんで、うん、そこのバランスが重要だと思っていて、でやっぱりその、まあ、増税、結局増税とその歳出のバランスが重要だっていうこともあるし、今のところでやると歳出拡大の方が大きいんでまあいいんだけども、でも歳出の拡大の仕方っていうのは、まあ後でもこう日本でも議論になると思う、日本のパートでも議論になりますけども、はい、やっぱり民間のその経済活動をこう阻害するようなところまで、行き過ぎるっていうのは、まあこれっていうのは問題だし、うん、でただでさえその産業政策っていうくくりで、まあ、結構大胆なことをやろうとしてるんで、はい、まあ、それがこの住宅市場にまで行ってしまうっていうのは長期的に見るとネガティブ、まあ、その政治的にはこのね、いわゆる低所得者へのための対応ということなんだけれども、はい、まあ、ちょっとこう何て言うんでしょう、行き過ぎ感があるかなっていう印象はありますね、うん、こういった動きというのはね、はいはいはい、まあ、決まるかどうかはまた別の話ですよね、うん、別な問題だと思います。はい、そしてアメリカの債務上限問題なんですが、2019年に決まった債務の上限規定の運用停止は2年ということで7月には解除されて8月に復活しているんですね。ということはこの番組でも前にお伝えしました、うん、で村上さんから10月から11月ぐらいまではなんとかやりくりできると、うんうん、で10月ぐらいになると、まあ、デフォルトのリスクというのがまた騒がれますよ、はい、ということなんですが、はい、今すでに短期国債2ヶ月ものなんかの金利がこう上がりだしていると。そう、なんか1ヶ月ものはほとんど反応しない、下がってるんだけど2ヶ月ものだけ反応してるってことは、今おっしゃっていただいたように、うん、その10月から11月にかけて、はい、資金繰りがもしかしたらその国債、要はいわゆるその国債の、発行ができなくなって、お金が民間に行かなくなるから早めにその資金を手当てしておこうっていうふうな、その短期で資金のやりくりをしている人たちがちょっとこう、うん、お金を取り急いで、でそれで少しその2ヶ月もの金利が上がってるというのが日経さんに、まあ、紹介されていたっていう、そういう話だと思いますけど、まあちょっとそれは、まあ、ほんのちょっとなんで、まあ、あんまり今なんか大騒ぎするほどもないし、はい、まあ、それ可能性としてはお金取れなく、要は資金手当が難しくなるかもしれないっていうのを先読みして、多少動いているっていう程度だけの話だと思うんですけども、はい、でまあ、これはもう最終的に言うと、そのこの来年度の予算編成と、あとその米国雇用計画、家族計画のどうまとめるか、でそれをまとめるにあたって、今債務上限のが停止されてるんで、それを引き上げるっていう法案も一緒にこうやっていくっていう、その3つのセットを結局民主党と共和党がで妥協できるかどうか、うまく話がまとまるかどうかなんだけども、はい、まあ、今のところまだね、まあ少しずつ進んでるっていう評価だと思うんですよ。でまとまるところはまとまってるし、民主党の中でのそのまだ意見の隔たりも、まあ、これ最終的に言うと民主党の中道派と民主党の左派の人たちが折り合えば済む話だと思うので、そこで決まっちゃう、ね、はい、うん、だから最終的には僕はそこは問題なく、なんだろう、議会が通ると思ってるんで、うん、あまり経過はしないんだけれども、まあ、でもこれは政治だから、はい、それはリスクはないと言われ、全くないかと言われるとそれはあるでしょうとしか言わないんで、うん、まあ、そうなるとやや混乱ということで、またその政府機関の閉鎖までいかないと政治家が動かないっていう、まあ、前見たような、これはトランプ政権の時もあったんで、はい、まあ、別に起こるような話だと思うんで、まあ、それは
それでリスクだと思うんだけども、まあ、だけど、まあ、大きな問題じゃないと僕は思ってます。最終的には民主党の中でこれ解決するというか、民主党の議員の中での妥協で ある程度は相当部分がその米国の家族計画と雇用計画含めて実現する議会を通る可能性が高いからということですね、うん、はい、この債務上限問題っていうのは、まあ、何年かごとにイベントとなってるんですけど、うん、はい、確かオバマ政権の時は、うん、やはりこの格付け機関がですね、アメリカ国債を格下げするみたいなことがあって、まあ、2011年かな、あ10年かかな、いつだったかな、大騒ぎになったことありましたよね、うん、それで結構株が急落した時あったんですよ、うん、まあ、でもね、もうそれ別に格下げ機関下げたから何なんだっていう話もあるし今もう格付け機関って存在感ないんですかね、うん、いやもう誰も、そもそもこれ話し始めると長いんだけどもそもそもこのね、格付け機関ってほら社債の発行とかそういう企業のリスク、倒産リスクを、まあ、そうですね、うん、判定するところじゃないですか、はい、でそのこの米国債というかソブリンなんでいわゆる国債じゃないですか、うん、でその国債のデフォルトをどう考えるかって、その本来であると それはマクロ経済の理論とか考えっていうのはすごく重要なんだけども、はっきり言って格付け機関のその社債しか知らない人がなんか適当にソブリン の国債ソブリン そのデフォルトリスクみたいなのを語ってるっていうのがもう実態で、はい、まあ、だからそんなの当てにならないよね。で実際ほらこれ日本国、まあ、大昔2003年ぐらいに日本国債もね、その格下げになってありました。であって財務省がね、そんなことないって言ったとか、まあ、その時も僕日本経済のエコノミストやってましたけども、何バカ言ってんだっていうふうに言いましたし、まあ、はっきり言ってね、どうでもいいレベルの話だし、でほら、はい、今ねほら財政、まあまあ、この番組でも何回も紹介してるけども、もうアメリカの財政政策がもうレジームが変わって、うん、その財政赤字をね、もう GDP の 5% ぐらいずっとこう垂れ流し続けていて、もいて、かつその国債のね、発行残高も上昇し続けても何の問題もないです。そうですね。それが前提にもう経済政策やってますよ、はい、でオバマ政権は言っていて、で何が起きてるんですか、何も起きてないんでまあだからこれはその結局その金融政策がね、すごくちゃんと真面目に行われると、そのゼロコストで、ほぼゼロコストでね、国債のファイナンスができる状況であれば、結局その財政政策の持続性、そのあと国債の発行が要は発散的に増えるかどうかとかってことに関してもそんな簡単に増えないんだから、うん、だからそういったその経済状況に合わせてちゃんとこう財政政策と金融政策をセットで拡張的にやれば、うん、別にその問題はないんですよね。そのこの特に米国のような大きい国で、大きい国でその多少マネーフローが揺れてもね、別にこうそれで返せなくなるとかって全然企業と違うと、わけが分かんない話なんで、はい、だからそれがね、もう、まあ、そういったことを、まあ、僕が言ってるぐらいなんだから、アメリカ その投資の現場にいる人はよく分かってるから、全然揺るがないですね、まあ、だから何も問題にならなくて、だからこの債務上限の話についても、はい、その政治だから、まあ、イベントリスクでね、こう多少ヘッドラインでこう、ね、揺れて、まあ、ちょっとよく分かってない株の人がね一時的に反応するってことはあるかもしれないけれども、うん、まあ、でも本質的に見るともうこの問題っていうのは、まあ、あまり大きな影響がないということで僕はいいと思ってます。はい、はい、ありがとうございます、はい、そして日本です。先週4、6月期の法人企業統計発表されました。全産業の経常利益前年同期比 93.9% 増、2四半期連続の増加と報じられているんですが、同日発表されました20年度、1年間ですね、20年度の売上高を見ると 8.1% 減で3年連続の減少になっています。この減少幅過去2番目の大きさということで、経常利益の方も20年度は 12% 減、これも2年連続の減少、企業の売上高や経常利益というのは平成29年30年というのが、うん、まあ、マックスで、あとちょっと下がり続けてるんですね、うん、これをどう読むかと、まあまあ、これは過去のことなんで、うん、これ、ね、今おっしゃっていただいたのは20年度なんで、まあ、終わったその3月期までですよね、はい、まあ、だからコロナで景気が悪くなってで、まあ、もう4、6月で見るともうね、利益で見るともうコロナ前まで戻ってる、まあね、日本企業はだから、はい、まあ、もう終わった気だし、あんまり騒いでもしょうがないかなっていう気はするんだけども、うん、まあ、GDP もコロナで結構 GDP も落ちたし、それで売上も落ちたから利益も落ちましたっていうことと、まあ、あとその3年連続で利益が落ちてるっ
っていう話は、まあ、これはもう景気後退が結局消費増税の前から始まってたから、で消費増税がショックになってまた落ち込んだっていうことだと思うんで、まあ、それがこの法人企業統計で確認されたっていうことだと思いますね。まあ、もうマーケット的に言うともうあまり過去のことよりも結局その今の、まあ、さっきもちょっと申し上げたようにその4、6月のもう上場企業の利益でいうともうコロナ前まで戻ってるん で、 でそれがどこまで戻るかっていうことで、まあ、その EPS の伸びみたいなのが今今年度の、まあ、終わった期というよりも今年度の増益率が、まあ、10% 超えて2割なのか3割なのかっていうところの持続伸び率を見てるんで、まあ、あんまりもう株式市場的に言うと、まあ、何か取り立てて材料視するような話ではなくて、うん、まあ、過去すでにこのマクロ統計で確認されていることが、まあ、日本の統計なんでこう発表されるのが遅いから、まあ、それが改めて出たっていうことの方が意味合いの方が大きいと思いますね。はい、はい、そして日本株が今見てるのは日本の政局なのかなというふうに思います。先週菅さんが総裁選不出馬という、報道が流れたところから、まあ、それ金曜日ですかね、それはね、ものすごい勢いで日本株が上がっていくというような状況で、今日週明け月曜日も窓開け上昇と、はい、3万円いったんですか。いや、まだ行ってないですね。まあ、もう、はい、でも、まあ、射程圏内でしょうという感じにはなってきました。まあ、これまだ誰が総裁選でね、まあ、勝つのかっていうのは分かっていない状況で、とりあえず、現体制が変わるというだけで上がるというのは、なんかこう民主党が解散してもいいよって応じたあの時とちょっと似てるんですけど、うん、まあまあ、冷静に考えると、まあ、菅さんでこのまま戦うとやっぱり万が一のリスクがあるんで、そのやっぱ民主党に戻る、まあ、横浜がありましたからね。だからそのこれ菅さんで戦うと自民党もしかしたら負けるかもしれなくて、最悪そのまた民主党政権に戻るともうそれってもう一番のリスクだし、はい、まあ、まあ、アベノミクスがどうこうとかっていうその経済政策を議論する前になんかもう全くその経済も分からずにそのアベノミクスがダメだとかなんか意味不明なことを言い続けて、かつそのまあね円高で何が悪いっていう、まあ、その共産党と組んでももうしょうがないと思ってるようなもう野党が第一党になっているっていうのはもうまあ普通に考えれば単なる極左政党ですよね、今の立憲民主党っていうのは。まあ、そんな人たちがなったらただでさえ今左派の流れっていうのはある中で、まあ、それはないでしょうっていう、まあ、あとはそのアベノミクス相場の逆が起こるっていうふうにやっぱ恐れてたんじゃないですかね。怖かったですよね、うん、やっぱり、うん、で菅さんこのまま頑張るとそのリスクはまあ否定できないんだけども、うん、でこれ菅さんがお辞めになられるっていう決断をしたことでもうこれね自民党の中でこれ総裁選で、まあ、誰が実際勝つか全く分かりませんけれども、まあ、これどう考えてもそのスケジュール的に言うとこれ総裁選で盛り上がって総裁選で選ばれた人が次の首相になって総選挙戦うっていうのは目に見えてるんで、いやもう自民党からすればもうこれはね、新たなリーダーをもとにまた頑張りますっていうことになると、まあ、そういう自民党が政権を失う リスクっていうのは相当低くなった、うん、まあ、実際もう ほぼまあ誰も想定もできなくなってると思うんで、はい、まあ、とりあえずそのリスク それっていうことと、まあ、あとはその次 の、 ね、うん、リーダーに対しては、まあ、おそらくその外人の人とかは、まあ、まだよく分かってないと思うんですよ。まだ理解してない、うん、理解してない、まあ、でもとりあえず変わるから、まあ、ちょっと菅さんも少しこうインパクトに欠けるし、まあ、変わるんだからいいんじゃないっていうところで、まあ、総選挙があるとこうラリーするっていう、まあ、ちょっとアノマリー的な、そのさっきおっしゃったその、うん、まあ、安倍政権がね、はい、民主党から安倍政権第二次政権に変わる時とかもそうだし、まあ、あとは、まあ、小泉さんの時の2005年とかね、自民党ぶつぶすって言ったやつですね、まあ、いやぶつぶす郵政解散の時です。あ、郵政ですね、解散の時ね、郵政解散の時とか、はい、そういう過去のパターンでね、こう上がる時が上がりやすい、上がったケースがあるんです、その総選挙いきなりやるっていう、まあ多分その日本の政局についてはね、やっぱりそのスケジュールが確かじゃないんで、これ何が起こるか、だから外人からすると何だ突然っていう
もうそれしかないわけですよ。なんで突然、うん、確かにそうそうで出動が変わるのか、で誰だ、でなんかいろんな人が候補になっているけども、なんだと、でなんか河野というやつが出てきたけど、なんか英語がすごい喋れるらしいじゃない、なんか構造改革とか言ってるぞとか、なんか多分その程度が、ま、その程度なんその程度が上がってるんだと僕は思いますけどね。はい、はい、うん、まあじゃあ各々の、まあ、ちょっとこう今名前が上がってる方の経済政策というのをちょっと検証いただきたいんですが、うん、はい、この河野さんが今、まあ、アンケートを取ると一番人気だという話なんですが、はいはい、日本を前に進めるという新書を、ね、最近出されているということで、はい、なんかそれにはあまり経済のことは書かれていない、うん、あまりというかほとんど書かれてない、ほとんど書かれて、あ、これは僕もちょっとだけ読んだんですけども、うん、冒頭にね、あの日本のその GDP が先進国の中で全く伸びてないっていうことは言及されるじゃないですか、はい、うん、まあ、その要は失われた10年みたいなのが来て、まあ、それが長引いてるみたいな、その認識はいいですね、そういう認識はあるんだと、うんうん、いいですね、でその次のパートにして、でかつ日本は少子高齢化でこんな状況であると、まあ、よく言われてることじゃないですか、うん、はいはい、一般論で、それで終わってるんですよねでそこからその処方箋があるのかなと思って、うん、はい、たんですけども、まあ明確じゃなくて、でもその次からもう 本文が始まるんで、まあ、それはあとはその目次を見ていただくとね、その外交のこととか、まあ、あとその社会保障のこととか、まあ、規制のこととか、まあ、あとエネルギー政策とか、まあ、いろいろ書かれてるんですけども、まあ、で一番大事な金融財政政策については、まあ、ほとんどまあ、僕が見る限り本に書かれてないで、それはしかもこれね今月発表されたものなので、そうなんですね、これ、まあ、おそらく、うん、金融財政政策をやらなくてもなんかこう河野さんがいいと思われること、まあ、なんか著書のタイトルは前に進めようですよね、うん、そうですね、はい、何か前に進むと経済良くなると思ってらっしゃる可能性が僕はすごく高いんじゃないかなちょっとそれはリスクですね思っていて、うん、大丈夫かなっていうのはもうまあ分かってましたけどねこの点に関しては、まあ、おそらくそこはまあ分かんないです、まあ、もしかしたらこれからだって安倍首相だって最初から分かってたわけではないので、もしかしたらまあ、これまでの安倍政権の成功をそれなりに認めて、かつその教えをきちんとこうね、ご理解いただけるのであればいいと思いますけれども、まあ、ちょっと僕がやっぱ懸念してるのはおそらく河野さん自身すごく、まあ、能力も高いし頭もいいじゃないですか、でそういうそれで勉強もされてるし、はい、政治に関しては、政治学とかに関しては。でかつその仕事もできるから、まあ、いろいろその、まあ、自分が取り組まれたその、まあ、外交とかあとその規制改革とかそっちでどういうふうにやったらいいかとか、あとその、まあ、電力政策とかですね、はい、エネルギーですね、そういうところではすごいやっぱりご自分の意見をお持ちであることはいいし、でこうだっていう思いは結構強いと思うんですよ、うん、まあ、だけどでそういった中でその安倍政権の中では、まあ、自分のお考えは多分そのあまり強く打ち出さずに、まあ、閣僚としてお仕事されていて、まあ、それはそれですごく優秀な方だと思うんですけども、でちょっとこう他の人考えとかもあるとかっていうところを幅広に何て言うんでしょう、受け入れるのかどうかっていう意味で言うとすごく不安なんですね。ちょっとね、うん、自分の思った通りにっていう、うん、そうお考えが強い、そうそうそう、別にお考え強いことはよくて、政治家ってまあある程度信念とかないといけないと思うんだけども、でも経済政策とかってまあある程度その理論もあるし、実際にその安倍政権はそれで成功してるんだから、まあ、それをこうどこまで受け入れてくれてるのかなっていうのがなんかすごく、まあ、僕自身それに対して河野さんがその前向きにどこまで評価されてるのかっていうのはすごく疑問というか逆に不安なんですよね、うん、多分自分は違う方法でもっと良くするんだって思ってらっしゃる可能性がすごく強いんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます、今のところはね。私も不安ですな、はい、結構危険だと思いますね。そうですね、でも政治的には、まあ、人気もあられるし、まあ、僕先週、まあ、全くその菅さんが辞任されるってことを想定しなかったんで、先週はね、うん、まあ、先週のこの番組では確かいや、まあ、こう菅さん以外だったらね勝てそうなの河野さんだから、河野さんで人気が出たら、まあ、自民党一番いいんじゃないみたいに言っちゃったんで、
ただその若者、まあ、この選挙ってもうね派閥とかあんま関係なくて、その自民党の若手で力がない人が、ああもうこの人がリーダーだったら自分が受かると思えば、あの、まあ、集まりやすいじゃないですか。まあ、だからあのちょっと今のこうなんとなくその流れ的に見ると、まあ、あの自民党の中で結局国民的に人気が高い、まあ、あとその国民への、まあ、世論へのメッセージを伝えるのがうまい、まあ、ツイッターの使い方とか見てるとすごくうまいじゃないですか。まあ、だから、まあ、そういうところだけでこう決まってしまう可能性はあると思うんで、まあ、まあちょっとこうね、僕は個人的にはすごく不安だし、だけど外人受けはいいと思いますよ。でもこの本読んで評価しないんじゃないですか。うん、いやーほら、ま、だって読めない、あの、ま、外人読めないじゃん。あ、そうね、で、英語でこれで、あのまずね、あの今の段階だとその、まあ、その外人にその、はい、レポートを書く日本のエコノミストって あれ全部訳すわけにいかないじゃないですか。はいはい、で、まあ、僕は、まあ、ある程度冷静にちょっと危険だなと思ってて、経済政策なんもないよっていうふうに言うんだけども、でもまあ、この改革にすごく注力しますっていうのは言えるじゃないですか。改革大好きです。うん、まあそうね、でなんかね、はい、外人の投資家っていうのはね、半分ぐらいね、なんか日本はなんか改革すれば株上がると思ってる人もいるんですよ。なるほど、うん、単純にちょっと勘違いしちゃう。いやいや、あの、まあ、そんなもんなんですよ。あの外人投資家なんて適当なんで。まあそうですよね。だからそういう意味では、うん、あの勘違いして、だからその、まあ、僕は今株上がってる理由はその一番その、ね、自民党が下野するって言って、まあ、なんかわけのわからない人たちがまたこうリーダー政権を握ってしまうっていう最悪のリスクがほとんどなくなったからっていうのが一番の理由だと思うけれども、やっぱりあと一部はやっぱりこのね、全部伝えきれずに、なんか河野は河野って人気あるらしくて、なんか改革しようとしてるのか、なんかいいじゃないか、しかも英語もペラペラじゃないかみたいな、なんか多分そういうことじゃないかなというふうに僕は理解してますね。バイアスのかかったところからしか情報が入らなかったら、そのぐらいの判断になっちゃいますよね。いやそうでしょう、分かんないですよ、うん、みんな、はいはい。そして岸田さんなんですが、ちょっとツイッターが盛り上がってたの、はい、私は面白いなと思って注目してたんですが、あ、はい、まあ、今こそ財政出動だっていうとこまでは良かったんですけど、うん、国債を発行して財政出動が必要だと言っているんですが、うん、借金してでも今は国難に立ち向かわなければみたいなことを書かれていて、うん、はい、そのツイッターのレスランがものすごい盛り上がってたんですね。はい、借金じゃねえだろうみたいな、なんだろう、それこそすぐ増税するんだろうみたいな、まあ、まともなね、両論がなんか盛り上がっているってことですかね。いや結構それは頼もしいなと思いましたけど、その辺はやっぱりちょっと岸田さんになるとやっぱりすぐ増税がいやセットだなっていう印象は国民にもなんか広がってるんですよ。いや国民、いやそれは広がるでしょ、普通に考えれば。だっていやちゃんとそれは 見ててね、そのだってそもそもだって安倍政権、菅さんの対抗馬として出たわけじゃないですか、あの前回のね総裁選。あ、前回ね、そもそ も、 あ、 も、ね、あのまあ、まあ、岸田さんはそうは言ってもその安倍さんとか麻生さんと一定の関係がある、から、うん、あのあとその山本幸三議員が一応、はい、あの力、まあ、あの岸田派で結構力、まあ、もう重鎮の議員だったのもあるし、あの実際にその勉強会ということでその山本先生が主催されているその、まあ、必要なコロナ後のに必要なその、ね、政策は何かみたいな議連があって、まあ、それには安倍さんも麻生さんも入ってるんだけども、岸田さんも入られてるんですね。だからそういう議論はで、まあ、それには結構その山本幸三先生が良しとする指揮者の人が勉強会に出て、でそれにあのちゃんとこう、ね、あの安倍前首相とかもコメントするとか、岸田さんも当然出てるって話は聞いてるんですよ。うん、で少しずつね、その、まあ、洗脳って言っちゃあれですけども、こう山本先生の意見を少しずつあのご理解されてるような感もあるんですね。お、はい、うん、まあ、だけどあのでも僕はね、あの一部、まあ、それは意味でそういう方向に本当行ってくればよくて、うん、仮にそれ山本先生が例えば財務大臣にするとかああいう話になってくると、あ、それ岸田さんってすごい分かってるなって話になると思うんですけども、まあそんなに甘くはないでしょうっていう、あの結局そのなんだろうな、まあいろいろね、その財務省との関係も強いっていうのはもう明らかなことだし、はい、そのまあ後でそのおそらくその高市さんの評価にもつながると思うんですけども、はい、
まあ、やっぱりね、その要はまあ国難だから借金してでも頑張りますって、その当たり前のことで、で要は財政政策ね、いつまでやるんですかっていうところで、まあ後でも言いますけど、やっぱりその 2% インフレの実現まではその財政政策は緊縮にしないっていう当たり前のことで、それを言わないから、あ、まあ言わないっていうか分かんない、分かってないのかもしれないんですけども、そこまで踏み込んで言わなくて、で僕はもっと踏み込んでいいと思ってて、いやアメリカではもう全然10年間財政赤字 5% でやるって言ってるんで、もう全然その健全ゼロにする、プライマリーバランスをゼロにするってこと自体はもうほぼ意味がないんです、はいはい、っていう、主が意味がないっていうところまで行っていくぐらいアメリカの政策はもうね進んでるんだから、はい、まあ、それに実った政策すればいいだけの話なんですけども、まあおそらくそうはならずに、やっぱりその、ね、コロナ対非常時だから財政政策出しますなんてみんな誰でも言えることだし、 そうなんですね、まあ、それはだってそれは野党だってそう言ってるん でも結局ね、それって条件がはっきりしてなくて、いやそんな逆にそのコロナ対応でいっぱいやだったらそれ増税の、ね、理由になるでしょうっていうふうな不安の方がやっぱ僕はまだ大きいですよね。だからそこをやっぱり もうちょっと明確にしていただかないと、だから、まあ、別に僕は不安、今すごく不安、その河野さんにも不安だし岸田さんにも不安なんだけども、まあ、政策が変わりうるし、その人事で、ね、の変わりうると思うんで、はい、全然ね、いやもう自分は経済のことは半分しか分かってないんで山本さんに先生に、ね、任せるっていうのであれば、まあ、これはもう素晴らしいと思いますけども、まあ、そこまでやっぱりそれはやっぱり楽観しすぎじゃないかなという気がしますね、はい、そして高市早苗さんは、うん、まあ、2% インフレターゲット達成までは、うん、まあ、プライマリーバランスの正常化というのは棚上げというのははっきりおっしゃってるんですが、いろいろ最近出てきた情報によりますと、内部留保現預金課税とか、うん、あと金融所得税率を今 20% のものを 30% にするとか、はい、うん、結構そういう話がボロボロ出てきてですね、まあなんか、うん、そうですね、不安がまた、まあ、この、はい、は多分ネットでね、僕も昨日見たんですけども、はい、まあ、そもそもそのプライマリーバランスのその、ね、健全化っていうのを棚上げにする 2% インフレまで棚上げにするっていうのはそれは正しくて、まあ、それは評価できると思うし、まあ、それは先週もね、いい政策だっていう意味で、もしかしたら一番期待できるんじゃないかっていう感じで評価したんですけども、まあ、それとその増税を一緒に言ってるっていうのはやっぱそこの整合性どう考えてるのかな、なんかよくわからないっていうのが正直なところで、ね、なんか、はい、インタビュー記事、そこで書かれた記事を見るとそのプライマリーバランスの話とそのこの増税の話っていうのを多分ちょっと切り離して考えてる可能性が高くて、これもしかしたらこの増税先にやるんじゃないかっていう可能性があって、なんか財政政策についてはその要は非常時の政策ということで、そのまあコロナ対応もそうだし、あと防衛関連とか危機管理みたいなところの歳出はやりますと。でもしその歳出がするために、国債の発行もするんだけども、まあ、でも増税も必要だよねってお考えの可能性は結構あるんじゃないかなって気がしてきましたね。財源論みたいなところにはまってるんですかね。だからそこはまあ、もしかしたらね、まあ、これから変わる可能性もあるじゃないですか。あるね、それは岸田さんもそうだし、はいはい、変わる可能性はあると思うんで、まだ即断はできないと思うんですけども、やっぱりその、増税をやっぱりお願いしなきゃいけないって、いやだからその、なんかそのね、財政政策を拡張的にするっていうのは別に歳出の拡大だけじゃないんですよ、はい、減税だって有効な手段なわけですね。そうですね、で減税が全く頭にないっていうことがよく分かったんで、はい、やっぱりこれニューアベノミクスとか言ってその財政政策についてねやりますと言っても結局財政政策についてやっぱり半分しかご理解いただいてないんじゃないですかね。かね、だって減税だってその財政政策の有効な手段なんですよ。そうですよね、はい、でそこの視点がないっていうのは、うん、やないとすればそれは結構な問題で、はい、で僕先週もうこれ産業政策が肥大化するリスクっていうのはまさにそのこれ増税がやっぱりありきで歳出拡大っていうのはセットになってるっていうことはやっぱりそれってネガティブな影響の方が大きくなる可能性は僕はあるんじゃないかなというふうに思ってるんで、
やっぱりここもね、ちゃんと冷静に見極めなきゃいけないなというふうにちょっと慎重になってます。だから表面上はそのプライマリーバランスは正常化させません、で財政赤字を縮小するっていうのは目標にしませんっていうのはいいんですけども、まあ、それにはもう幅広い政策対応があるにもかかわらず、まあ、そこまで至ってなくて、なんかこう必要な財政政策ありますっていうところの思いが強くて、で一方でその増税もねやりますっていうことであると、なんかやっぱりちょっと違うんじゃないかなっていう気はするんで、まあ、そこは ね、 そうですね、ニューアベノミクスということで、うん、まあ、安倍政権をその、引き継ぐということであれば、やっぱりその増税ね、まあ、安倍政権結局2回消費増税してしまったけれども、でもやっぱり2回スキップさせてるんですよ。やっぱり増税っていうのはその緊縮的な財政政策だっていうことをちゃんとこうね、理解すれば、こういうふうな言い方には僕はならないんじゃないかなというふうに思ってるんで、はい、まあ、そこのなんて言うんでしょう、理解が、まあ、ちょっと足りないんじゃないかなっていう気がしますよね。だからちょっと心配ですよね、高市さんに関しても。そうですね、なぜ増税しなきゃいけないのかが分からないですよね。だからそれはなんとなくやっぱりその財源をちゃんと言わないと無責任だからっていうことなんですよね。財源は財源は、ね、まあ、それってちょっと ちょっと批判的に言うと、うん、それって官僚のロジックに騙されてるんですよ、はいはい、でこの、ね、やっぱ産業政策に傾いてるっていうのは、これはやっぱりね、まあ、先週もちょっとブレーンが誰かいるんじゃないかって想像で言いましたけども、まあ、やっぱりそれを産業政策やりたい人はいっぱいいるだろうし、まあ、それでね得するような、まあ、既得権益の人は結構いると思うんで、でそういう人たちの声がちょっとこう強く反映されちゃってるんじゃないかなっていう意味でちょっと心配ですよね、うん、ぜひ次期総裁にはマクロ経済政策というもののご理解を強めていただきたいですね、うん、そうですね、まあ、ちょっとだからね、はい、単純なんですけどね、その財政政策をちゃんとこう拡張責任しなきゃいけないっていうのは、歳出も拡大もそうだし、トランプはやっぱ減税やって成功したっていうのがあるじゃないですか、はいはい、本当にレジームが変わったのはやっぱりアメリカではやっぱトランプ政権なんですね、はい、で残念ながらやっぱり安倍政権はそこではできなかったんだけども、まあ、それは消費増税ってやっぱ政治的に強いもう決定事があったと思うん で、 あって、ね、はい、でそれを一旦今ほぼもうそのなんて言うんでしょう、足かせがない状況にもかかわらず、やっぱりその財源論みたいな話がやっぱりこうなんか、うん、みんなするわけですよね。する、まあ、もしかしたらそれがもしかしたら自民党の中で その政治的に立ち振る舞わなきゃいけない条件なのかもしれないんだけども、まあ、なってからそれをひっくり返してほしいですね。まあ、ひっくり返すというか、まあ、曖昧でいいと思うんですよ。あんまり言うとほら攻撃されるから。あ、まあ、そうです、ね、うん、だから別に言わなくていいことは言わなくてよくて、単純で経済成長は第一ですと、でそのためには財政政策は拡張的にします、必要なところには財政政策を打ちます、それがニューアベノミクスですだけでいいと思うんですね、はい、であとその危機対応みたいなところはやります、はい、でそれだけでいいと思うんですね。なんかそれをこうなんかちょっとシンプルでいいのに、なんかこうなんか余計な入れ知恵をされてるのか分かんないんですけども、少しこう心配かなという気がしますよね、まあ、その辺はちょっとね、またアップデートされるかもしれないんで、またね、来週以降お伝えしたいと思いますけども、はい、まあ、今株上がってますけど、上がり続けるかどうかっていうのは次のね、うん、経済対策非常に重要ですからね、本当まともな人がね、はい、次の総理になってほしいと願うばかりですね。願うばかりです、はい、ご覧いただきありがとうございました、はい、ありがとうございます。官僚機構に統治能力がなくなっている、シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党、官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか、政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんです。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。